はい、こんにちは。テニスピークの林です。本日はですね、サーブの打点が低くなってしまうと、これについてちょっと考えてみたいと思います。まずサーブで、打点を高くする、まあこれはやはり高い打点から打てますし、ボールの伸び方も全然違いますし、まあ、確率そして威力、まあともに高い打点の方がいいかなと思います。なのでできたら高い打点ちょっと挑戦されるといいと思います。サーブの打点が低くなってしまうのは様々な理由があると思うんですが、本日は4つお伝えしたいと思います。まず1つ目が体が回りすぎてしまうと。そして2つ目がトスが右すぎると。で3つ目が右腕のスイングですね。右腕のスイングがちょっとうまくいってなくて低くなってしまう、そして4つ目が構えた時の肘が高すぎるとというところです。でこれの4つについてちょっとご説明しながらやってみたいと思います。まずですね、一番よくあるのが体が回りすぎてしまうと。よし、速いサーブ打つぞと、体をしっかり使って速いサーブ打つぞって思えば思うほど体が開いてしまうと。で体が開くのが速いとどうなりやすいかっていうと、横振りになりやすいと。ストロークのように横に振ってしまうと、横に横に振ってしまうと。そうすると打点は低くなります。サーブは縦振りなので、左肩右肩ここでちょっと角度をつけていただいて、これをこう入れ替えていかなきゃいけないと。ただ体が開くのが速いと、これを入れ替えていかなきゃいけないんですが、体が開くのが早いとこの時点でも肩のラインが傾かなくなってしまうと。肩のライン傾かないと打点は低くなります。でこれはやっぱり良くないですから、これは肩もすごい負担くるんで、まあダメなんですが、この中で無理やり高くしようとすると、まあ良くないです。体が開く、よし打つぞ、体開くと肩のライン見ていただくと分かるんですが、結構地面とまっすぐになっちゃってるんで、これだとどうしても打点は低くなってしまう。そうではなくて、サーブはここの時点で、この時点で少し肩のライン傾いてないといけない。これで傾いて、これで上下に入れ替えるというのがサーブなので、上下に入れ替える。そうすると、少し打点が高くなるかなというふうに思います。まあ一番よくあるパターンはこれですね。体が開くのが早い、もしくはまあ目線は必ず残さなきゃいけないわけじゃないですけど、まあ目線を残すことで少し縦振りになりやすいかなというふうに思います。なのでイメージとしては、左肩越しに見ていただいたら、少し体を絞って、少し体を前向けないで、ちょっと横向きにしてインパクトしてからまっすぐと、こういう感じですね。これがインパクトするときにこうなっちゃうと、肩のラインが地面とまっすぐになって、肘がここになって打点が低くなると。そうではなくて、少し横向きキープ、まあ斜め向きキープぐらいにしてあげると、意外と打点が高く取りやすいかなというふうに思います。これ一つやってみてください。そしてトスが右すぎると、トスが右すぎるということも考えられます。トスが右すぎちゃうとどうしても低くなってしまう。どうしても高く打とうとしても、もうそこにボールがないですから、ないのでうまく打てないということが考えられます。イメージとしては、肩幅の中でこう、肩幅の中にこう入れてくるというか、肩幅の中にこうボールが入ってる。まあこれちょっと抽象的というか、こうちょっとイメージしにくいかもしれないんですけど、イメージできる方はトスアップが肩幅の中、このここの延長のこの空間の中にトスがあるように、これが右肩の右側に行っちゃうと、なかなか打点は高くしにくいかなというふうに思います。まあこういうふうになってしまうと、こうホップしてしまってポンと飛んでいきますので、ここは要注意かなというふうに思います。まあ、そしてこの右腕の、ところはですね、プロネーションですね。まあプロネーションを効かすことで、少し肩を持ち上げていくと。そうするとあんまりラケットが外に出ないでスイングをしやすいと。まあ、1個目とほとんど一緒ですね。これは1個目とすごいリンクしてる。これが打ちたい方にやらないで、打ちたい方にこう持っていくんではなくて、少し上の方向に持っていきましょうと。プロネーションを使って上の方向に持っていきましょう。特に薄いグリップの方ですね。特に薄いグリップの方はそれを気をつけてみてください。厚いグリップの方は、基本的に打点は薄い方よりも低くて大丈夫なので、厚いグリップの方はあんまり無理やり高くすると、無理やりこう上げる形になって、これはダメですよね。これダメなので、あんまり打点を高くしない方がいいかなというふうに思います。そして4つ目ですね。4つ目は肘、構えた時できたら肩の、まあ、
近く、完全にこうあのまっすぐじゃなくていいと思うんですけど、近くにありたいんですが、これ極端にこうやって上にあるとこうやって構えてしまうと。肩が全然回りません。これは肩が全然回らないので、まず良くないと、そして打点ももうここ以上上に行かないので、もうこの上げた ところより上に持ってくの難しいので、まあ必然的に低くなってしまうと。これはまあ打点も低くなるし体も使えない、これはあんま良くないかなというふうに思います。まあ対処法としては、まあ、思い切り肘下げること。イメージはもう右脇くっつけちゃうぐらい。実際にこの方がよし、じゃあもう右脇くっつけて構えようと、このぐらいにしようと思っても多分このぐらいなので、うわもう右肘が上がってしょうがないなと思ったら、右の肘をもう脇にくっつけちゃうぐらい。でこれは良くないですけどね、これは良くないけど、こうは多分ならないので、くっつけちゃうぐらいで、そうすると結構この辺に来るかなというふうに思います。本日はサーブのトスアップが低くなってしまう原因、この辺についてちょっとやってみました。参考になれば幸いです。本日は以上です。ありがとうございます。